まずはクリーム塗るね。初めてだから綿棒使うし、痛くしないよう気をつけるけど、もし痛かったらすぐ行ってね。したっけ、始めるよ。嬉しいな。ありがとね。パロポロ。耳かきってしてみたかったけど、したことなくて。初めてだから
あ、うん、いるよ。道もアポ、両親、お父さんもお母さんもいるけど、コロポックルだから長くは一緒に暮らしてないの。ボロボロが60歳になって、一人でだいたい何でもできるようになったら、船に乗って海の向こうに旅立って行っちゃったべさ。どこに？それはパロポロも知らないの。パロポロが大人のコロポックルになって、お婿さんもらったらわかるようになるって聞いてる。そんなのきっとずっと先のことだし、パロポロ今よりもっとちっちゃな頃は耳かきなんて知らなかったから、だからパロポロこれが初めての耳かきなんだよ。
上手に痛くなくできてるかな。モノベノに来てからお隣でテレビっていうの見せてもらって実際やってみて。うん。楽しいかな。こういうの。してるのパロポロなのに。ならよかった。
同じだね。そっか。パロポロの耳かきも、お話も。嬉しいよ。あ、したっけね。よかったらお客さんのお話も聞かせてくれる？どんな旅をしてここに来たのかのお話を。ありがとう。で、へえ、そうなんだ。それでそれで？それでそれで？へぇー、あ、ならよかったね、パロポロも。あのね、すっごくほっとした。ちょうどいいかな。ちょっと待ってね。上出来。とっても綺麗になったべさ。次は反対側だね。ごらーんってして。ようこそ。してはいけないことをして、なってはいけないものになりたい、そんな危険な欲求を抑えられないいけないお客様。この度は商品をお買い上げいただき本当にありがとうございます。まずは簡単に当プログラムについて説明させていただきますね。音声や映像作品、イラスト集に漫画、ゲームなど、現在
日本のオナニーコンテンツはとても豊富です。ネットでも手軽に様々な商品を検索し購入することができますよね。当然ですが、それらをすべて楽しみきるのは不可能。人間はオナニーだけして生きてるわけじゃないですからね。でもそれって作る側にとっても消費する側にとってもすごく不幸なことでしょ。だから私、改善策を考えたんです。例えば麻薬が高額でも売れ続けているのはその強力な中毒性のおかげ。もしオナニーにも中毒性があれば、コンテンツが売れ続けて作成者は幸せになれる。そしてコンテンツがたくさん作られるようになって消費者も幸せになれる。もうお分かりいただけましたよね。これは聞いた人をオナニーのことしか考えられない中毒者にする音声。中毒性の強いサポートを詰め合わせた洗脳プログラムなんです。逃れたいと思っても、いえ、逃れたいと思うほどハマってしまう麻薬。お客様ももう手遅れです。だってすでに手を出してしまったんだから。この説明パートが最初の一服、プログラムの第一段階。耳から入った毒はすでに血に混じって脳に回り始めています。聞こえますか？私の説明の裏でかすかに響いているこのささやきが。気持ちよくなろう。興奮していいの。我慢しないで。これがお客様の脳をだんだんと侵食していきます。聞けば聞くほどこびりついて頭から離れなくなるんです。普通に生活していても幻聴として聞こえ始め、オナニーのことしか考えられなくなる。別の作品でオナニーしている時も聞こえ続け、オナニーが何倍も気持ちよくなっていく。気づけば依存し服用を繰り返すようになって、お客様を壊していく。もっともっと欲しい。素敵でしょ。安心してください。私、今まで何人もの男性をオナニー狂いの中毒者に落としてきました。その誰もが今も幸せなオナニー漬けの日々を送っていますから。大丈夫、気持ちいいよ。安心して身を委ねていいの。私がずっとあなたの隣にいるからね。じゃあ服用方法を説明しましょう。このプログラムは4つのパートに分けられています。まず最初はパート1から順番に聞いていってください。一通り聞き終わったら好きなものを何度も繰り返し聞くといいでしょう。すぐにオナニーへの依存症状を自覚できるようになると思います。してはいけない状況でも興奮し、いつでもどこでもしたくなって、ハマる。その誘惑に導かれるまま股間に手を伸ばして我慢できなくなって、取り返しがつかなくなる。私の洗脳に抗わなきゃと気づくけど、何度も聞いてやっぱり負けて壊れていくの。おもらしおもらしおもらし、その連続でどんどん早漏に。気持ちいいんだよ。でもやめられずに繰り返す。それがこの音声の正しい使い方です。もちろん聞くのも聞き続けるのもお客様の意思。結果としてどうなってしまっても私は責任を取れませんからね。
それから利用時はプライバシーの確保できる空間で周りに迷惑をかけずにね。健康や公序良俗を守ることは気持ちいいオナニーの第一条件ですから。これは聞けば聞くほど頭の中がオナニーだけになってしまう危険な麻薬。お客様は身をもってそれを理解していくでしょう。導くのは私。立派なオナニー中毒者になっていっぱいコンテンツを買う変態さんになってください。破産するまでお金を出してこの業界を支える乗客の一人に。さあ、じゃあ行きまくりのオナニーライフ、その天国に依存しに行きましょうか。はーい、ようこそ。ここは従ってはいけない背徳オナニーサポートのパートです。してはいけない、従ってはいけない、ダメって言われると人って逆に意識しちゃいますよね。今回は誰もが持っているそんな性質をより中毒者向きに強化してあげます。オナニーしちゃいけない状況になると途端にオナニーで頭がいっぱいになっちゃう。彼女がいたり仕事中だったりオナキン中だったりさっきしたばっかりだったり、ダメな時ほどしたくてたまらなくなるような変態さんに洗脳しちゃうんです。うんうん、怖いですよね、嫌ですよね。だから最初から言ってるんですよ、従ってはいけないってね。でもダメって意識したら逆にしたくなっちゃうんですよね。大丈夫、任せてください。私はお客様の味方ですから。すこしだけ味わえばいいんです。危なくなるギリギリのラインで引き返せばいいんです。例えばダイエット、なるべく食べちゃダメだけど食事を完全に断ったりはしませんよね。できる範囲で減らして食欲をごまかすのが成功の秘訣です。してはいけないことへの興味、それにハマっていきたいという願望、今までより気持ちいい感覚を味わいたい欲求、少しだけ味見して好奇心を満たしてあげましょう。こんなエッチな気持ち放置してたらこじらせちゃいますからね。そうでしょう、このままじゃたまらなくなっちゃうよ。私に任せてくれれば大丈夫。あなたの弱い理性が折れちゃう前にね。じゃあ下半身に衣服を着ているなら脱ぎましょうか。従っちゃいけない指示に従っておちんちんポロンって見せてください。ドキドキしちゃうね、いけない気持ちになっちゃうね。おちんちんピクンってしたよ。はーい、よくできました。でもここからは慎重にね。これは中毒者になるためのしてはいけないオナニー、背徳的な状況に興奮するようになるための従ってはいけないオナニーなんですから。忘れないで、お客様は欲求を抑え込むために味見をするだけ。これ以上は危ないって思ったらおちんちんから手を離さなきゃいけない。そうしないとどん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 沼にはまっていっちゃいますから。
お客様が逃げやすいように最初は手加減してあげますね。好きな方の手でおちんちん優しく握って、ダメって分かってるのに手が勝手に動いちゃうね。ダメって言われてゾクゾクしちゃう。こんなに簡単に誘惑に負けてたらすぐに逃げられなくなっちゃうね。分かってる。でも仕方ないよね。ほら、握ったらゆっくり上下に、なんだかゾクゾクしますよね。おちんちんだけじゃなく全身で感じてるみたいな。ダメって思うほど、やめなきゃって思うほど、その感覚が強くなっちゃいますよ。さっきからダメって言われるたびびくってしてるよ。気持ちいいんだもん。しょうがないよね。ほら、もうやめようと思っても自動的、勝手にゆっくりしごき続ける。ささやきに操られるみたいに、脳を乗っ取られるみたいに。従っちゃダメなオナニーなのに、ダメって意識するほど止まんない。焦らなくても大丈夫。まだまだ手加減してあげますから。私の声を聞いて、従っちゃいけない指示に従い続けましょうね。そうすれば、もっともっと気持ちよくなって、もっともっとやめられなくなりますよ。切なそうなお顔。体も熱くなってるね。背徳的で普通のオナニーより興奮しちゃうでしょ。もうやめる気ないのバレてるよ。ほら、少しずつ早くしていきましょう。しーこしーこ、まだいつもよりは抑えめのスピードと握り方。甘い刺激ね。根元から亀さんの先っぽまでくちゅくちゅ。気持ちいい。たまらない。びくってしてる。先走りが溢れ出してる。声も漏れちゃいそう。切ない顔、熱くなってる体、やりしちゃう頭の中。少しずつ少しずつ覚えていきましょう。これがしてはいけない状況でするオナニーの気持ちよさ。何度も繰り返して学習していくんですよ。するとお客様の身の回りで素敵なことが起こり始めますからね。ふとした瞬間にオナニーがしたくなる。オナニーしたい。仕事中なのに、シコシコしたい。オナキン中なのに、したい。さっきしたばかりなのに。これまでならオナニーのことなんて考えもしなかったタイミングで、どうしようもないムラムラを感じてしまうようになっちゃうんです。もちろん我慢するけど、欲求は発散しなければますます膨らんでいくもの。ダメだと思うほどやめられなくなっていって、そしてお客様はもう理解してますよね。そういうしてはいけない状況でするオナニーはとっても気持ちいいんだってこと。くっちゅ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 ね。そろそろやめないと取り返しのつかないことになっちゃいますよ。自覚してますよね、お客様。
ダメなのに止まらない。いいんだよ、気にしないで。自分の意志でやめられるわけないよね。もう私の指示に従うしかないんだよね。うん、怖いね。嫌だね。これ以上気持ちよくなったら困っちゃうよね。普通のオナニーじゃ満足できなくなっちゃうよね。でもこれはオナニーサポートだから、お客様が射精するまで終わらないの。だから最後まで抗い続けましょうね。しちゃダメ、従っちゃダメ、屈しちゃダメ、覚えちゃダメ、言っちゃダメ。そう思うほど逆らえなく、逃れられなく、抗えなくなっちゃいますから。大丈夫、私はあなたの味方。最後までちゃんとサポートしてあげるから。頑張ろうね。当店アフロディーテでは、お客様に合うスタイリングを担当が提案させていただいております。つまり今日は私にすべてお任せください。お首の方、失礼いたします。お首、苦しくはないでしょうか？はい。はい、ありがとうございます。カットの前に軽くシャンプーさせていただきます。こちらへどうぞ。ありがとうございます。椅子の方、動きます。背もたれも倒させていただきますので、お気をつけください。ではお首をこちらに乗せてください。はい、ありがとうございます。お首、苦しくはないですか？はい、ありがとうございます。お顔の上、タオル失礼いたします。息苦しくはないですか？はい、はい、ありがとうございます。ではシャンプーの方、失礼させていただきます。シャワー、熱くはないですか？はい。ちょうどいいですか？ありがとうございます。
では、シャンプーを始めさせていただきます。痒いところはございませんか？大丈夫ですか？ありがとうございます。当店では着色料、香料、そしてアルコール、鉱物油を一切使わない、髪に優しい天然シャンプーを使用しております。10種類以上もの植物由来のアミノ酸成分が配合されており、傷んだ髪を補修してしっとりと滑らかな手触りになりますよ。また、フケやかゆみを防ぎ、皮膚の代謝機能を促進する成分も含まれております。髪や頭皮の健康を保ちつつ、ナチュラルで心地よい仕上がりを体感していただけるかと思います。もしこちらのシャンプーを気に入っていただけたら、店頭で販売もしておりますので、ぜひご利用ください。シャンプーはこれで終了です。では、洗い流していきますね。お湯の温度は、はい、大丈夫ですか？ありがとうございます。それでは、椅子を起こしますね。お顔のタオル、失礼いたします。軽く髪を拭いていきます。失礼いたします。
はい、お疲れ様でした。それではあちらに。こちらどうぞ。ではカットを始めさせていただきます。自分で言うのもおかしいかもですけど、いたって普通、真面目な美容室なんですよ。お客様の髪をカットするのはもちろん真剣にやらせていただきます。よく言われるんですよ、うちのお店。まあサービスがあれじゃないですか。だからカットは下手だと思ってたって。そんなことありませんから、安心してください。再度ついていきますね。
美容室でカットするときに渡される雑誌ってどう思います？お客様、ヘアカタログ渡されてももうカット始まってますよねって思うの私だけでしょうか？髪ザクザク切られてる時にヘアカタログ見て、次回このヘアスタイルにしようって思います？私は思わないかな。なのでヘアカタログはお渡ししてません。カットは私に任せてください。あとよくモノモノマガジンみたいな最近のヒット商品、期待の新商品とか載ってる雑誌多いじゃないですか。やることないから一応目は通すけど、あれってあんまり役に立たなくないですか？これ欲しいって思ったことないんですよね。私だけでしょうか？そういうことで私はグルメ本を多めにしてます。特にラーメン屋とか焼肉屋、あとは飲み屋みたいな、すぐに役に立ちそうじゃないですか。まあ私が好きだからなんですけどね。気になるお店があったらぜひチェックして行ってみてください。そして次回もしまた来ていただけるならぜひ感想をお願いします。こんな感じかな。はい、カットは以上です。こちら鏡をどうぞ。横と後ろご覧になってください。このような感じになっております。とても素敵ですよ。それではシャンプーで髪を流しまして、そのままヘッドスパに入らせていただきます。先ほどのシャンプー台の方移動をお願いいたします。時間通りですね。さすが先輩です。
正直すっぽかされるんじゃないかなってちょっぴり不安だったんですよ。さあさあ、とりあえず中に入りましょう。水泳部の活動、今日は午前中のみだったので、午後は使いたい放題ですよ。許可は、まあ、取ってないですけど、先生に見つからなきゃ大丈夫です。よく言うじゃないですか。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。つまり、バレたら先輩も連帯責任ってことで。逃げないでくださいよ。逃げても逃がしませんからね。はい、では1名様ご案内。それでは改めて、ようこそ先輩、むつみの水泳教室へ。早速準備運動からと行きたいところですが、先輩、何か言うことありませんか？ほらほら、どうですか？どうですか？この私の可愛らしい水着姿、思わず覗いたくなっちゃいますか？まあ、ヘタレな先輩には無理でしょうけど。なんかがっかりしてません？この私の水着姿にどこか不満でも？セクシーなの期待してたんですか？いいじゃないですか、スクミズ。学生だけの特権ですよ。コスプレとは違うんです、コスプレとは。ほらほら、よく見てください。スクミズ可愛いですよね。なんで目をそらすんですか？しっかり目に焼き付けてくださいよ。強情ですね。わかりました、わかりましたよ先輩。私のスクミズ、直視できないくらい可愛いんですよね。恥ずかしくて、でも大丈夫ですよ。ここには私と先輩しかいないんですから。自分に素直になって、ジロジロ見てもキモいって思うのは私だけですから。冗談ですよ冗談。先輩の視線には慣れっこなので、キモいだなんて思いませんって。それよりほら、私のすくみずを見て何も言うことはないんですか？ありますよね。まあ、てれやな先輩には。はい。ありがとうございます。褒められちゃった。それじゃあ、早速準備運動を始めましょう。プールだからといって、舐めたらダメですからね。溺れたふりして抱きつきたいのはわかりますけど、本当に危ないからダメですよ。そういうところは私、真面目なので。見直しちゃいました？私の株が上がったところで、ストレッチを始めましょう。私はもう十分にしているので、手伝ってあげます。まあまあ、遠慮なさらずに、この水泳部期待の新人のむつみちゃんにお任せですよ。まずは、頭の後ろで片方の手を一から曲げて、くすぐったいですか？でも我慢してくださいね。大きな声を出すと、外で部活している人に聞こえちゃいますから。
士の間、その体勢をキープです。よくできました。次は反対側の腕で同じようにしてください。上出来です。それじゃあ次はふくらはぎのストレッチですよ。足を前後に開いて、前に出した方の膝に両手を置いてください。そうしたら前に体重をかけて、
ちゃんと左右しっかりやるんですよ。よくできました。じゃあ次は股関節のストレッチです。まずは普通に座ってください。そしたら両足の裏を合わせて体を前に倒します。後ろから背中押してあげますね。先輩、結構背中広いですね。思ったよりたくましくて。そろそろいいですかね。ちょっと夢中になっちゃいました。では先輩、立ってください。あとは手首、足首、それと首をぐるぐる回して、はい、これで準備運動はおしまいです。次はいよいよお待ちかね、
むつみちゃんのマンツーマントレーニングですよ。